宮崎大学マンスリートピックス。4月3日宮崎市シーガイアコンベンションセンターで宮崎大学の入学式が挙行され、学部大学院などに1369人の新入生が入学しました。会場の様子はライブ配信され、多くの保護者らと同じ時間を共有しました。4月16日新入生歓迎祭が盛大に行われました。大学内の各ブースには多くのサークルや同好会が活動を紹介しており、たくさんの新入生が訪れ、活気にあふれていました。4月19日農学部獣医学科関口聡准教授が文部科学大臣表彰である科学技術賞に選ばれ、表彰式が行われました。10年以上にわたり家畜伝染病に対する啓発活動、検査技術の開発などの取り組みが高く評価されたためであり、今後のさらなる発展が期待されます。4月21日地域資源創生学部食品科学研究室は宮崎の食を学ぶカラーピーマンの苗植え会を実施し、キバナこども園の園児らが参加しました。自ら育てたピーマンを食べることで食材のありがたさや食べる喜びを知ってもらい、興味関心を持ってもらうことを目的としています。